みなさんこんにちは、スプレアというのベルちゃんです。こんばんは、このチャンネルようこそ。皆さん、今日の企画はコンビニで食べたことがないものを買って食べてみます。おっちゃ好きだったな。だいたいコンビニ行くと同じものをいつも買う。なかなか新しい飲み物買うのはならないと思います。なので今回はちょっと挑戦やって、商品は3つ買います。ジンジャーライム、これ食べてないのかな。デザートはこれにします。コンビニ行ってきました。これです。見てない、本当に初めて見るって感じ。もしかしたら本当に新しい商品かもしれないけど、多分そうじゃないと思う。2つ目はパスタです。でこれは最近コンビニ行くと見てるけど、美味しそうと思うけど、まあ、買わない。だいたいいつも買ってるのはカツ丼とかね。デザートはこの可愛いものにした。買った理由は可愛いからです。けど普通だったら買わない。食べてみたいと思います。しょっぱいと思う、しょっぱいと思う。あ、変な味。まあ、美味しい美味しい美味しい。甘いけどそんなに甘くない。どういうこと？だけど多分もう買わない。一回だけで。これ楽しみだね。これ本当に楽しみ。なんかいい色がね、好きです。なんか全部美味しそうに見える。美味しかったらまた買う。食べてみます。美味しい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 。ブロッコリーも美味しいし、パプリカ美味しい。これ本当に美味しい。なんで今までは買わなかったなって感じが。モッツァレラチーズうまい。マジでうまい。まあ絶対これもう一回買います。デザートモンスター。おお、かわいいかわいいかわいい。あー、そういうこと。あんこだね。あんこはあんま好きじゃないよ。めっちゃ美味しい。うまい。あんこはさ、本当に好きじゃなかったけど、これ本当に美味しい。なんかあんこも美味しいね。これは絶対買う。また買う。これは新しいね、食べたことがない食べ物を買ってみて食べました。これは好きです。本当に好き。また買います。で、これ超大好き。これ100点、本当に100点。美味しい。で、これはまあ美味しいけど多分もう買わない。私も2回のはない。皆さんもなんかもし新しいもの食べたことがないものを食べてみたらどうですか。ということで、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れないでくださいね。じゃあまたね。アディオスアミゴス。アディオス。